私たちはアミンチュを応援しています。知ったかぶり買いつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。緊急企画、年寄りを詐欺から守れ、安のおっさん詐欺用人やんや。ビバビはばあさんじゃ。安のおっさん、特殊詐欺の被害を防ぐため方々にあんぎゃを頼むぞ。この日は野戸川コミュニティセンターにやってきたぞ。で、今日こちらのすごい大きい建物なんですけど、大きいな、野戸川コミュニティ。毎回ノッキー建物言うてるで。あの表現があんまないので。あ、そうやな、知ってるけど、はい。タックルがあの見つけてくれたタックルさん。あ、そうそうです、そうです。ほんでそのタックルの企画に乗っとこうか。野戸川だけに。ありがとうございます。コミセンさんっていっぱいあるな。あ、そうですね、地域に必ずあの一つはありますね、うんうん。すごいあのサークルさんの活動ってすごい活発なんです。今誰が活発や、カイツブリ言ってない、言ってない。エレベーターで5階へ。乗れるちょっとダイエットしたら乗れるで。あ、ほんま、くるっと待って、エレベーターよいしょ。じゃあ1枚どうぞ。はい、チーズ。はい、行ってらっしゃい。ではエレベーター来たんで行きますね。ちょっと痩せるぜ。はい、行きます。あ、ここでもエレベーター広い。行けますね、全然広い。あら、記者会見。洋さん部屋あるな、小見さん。他のお部屋でもサークルさん活動されてるみたいな。ほんま、いっぱい書いてあったわ。混み合ってる線やな。そうですね、線ってなんやろな。こちらは工房新の皆さん。こちらにあるようにですね、竹灯籠を言いまして、妄想だけを透かし彫りしてます。で、妄想だけいうのがあんの。はい、そう、ほんまにあんの。あります。妄想じゃなくて。ちょっと笑ってくれ。作品するまでに竹を取ってきてですね、皮をめくっていろいろこう加工しなきゃならないので大変なんですね。そっからやったの。はい、すごいな。竹やぶいて竹取るとこからやってます。絵柄に沿ってさまざまな工具で透かし彫りを施していくぞ。自分で選んで好きなのをやるんですけど、そうか、細い線を仕上げるときですね。まあ、やっぱり完成した時の喜びがあるわな。これはあるな。これはあるな。年いきますとね、どうしてもボケが来るでしょう。なら、あの手先をね、こうして使ういうことはいくんじゃないかなと思うんですけどもね。おお、綺麗じゃの。皆さんにお話を聞いてみたぞ。息子さんになりすました電話がかかってきた人がいたぞ。保育先生の息子が電話かかってきて、ビットコインに手を出して、これで600万ほど借り出したんで、明日監査があるで、今日中に金を出さんと警察に逮捕されると。あら、リアルやな、ビットコインとか。まだ分からんとこやからな、こういうもんかいなと。これうちの嫁が声が違うんやないか、いや、これから病院行くんやと、いうことで。で、携帯はどうあの携帯でか、なんでかけへんの言ったら、携帯はあの弁護士のとこに預けてるんや。金を、まあ、集めて銀行まで、まあ、これはね、引っ掛けたんですよ。で、銀行の100メートル手前の駐車場で、お父さん、携帯はかかるやろと。そしたら駐車場に入ってかけたら、
お母さん何いや、こういうのこんなもん違うって言って、それですぐ警察に言って、はい、そういうことです。もう 一歩手前、まあ、事前に最後電話してみて気づいて、うちの嫁が携帯で電話やったら誰でも電話しちゃうのがいうことで、そしたら弁護士とか行っても何でもええで言ったら実施してみたら、なるほど、何今あれ真っ赤な詐欺やってる。いやー聞き出してよかったね。危ないところじゃったの。嘘で不安にさせ判断力を奪うのが詐欺の手口。普段と違う番号からの電話には要注意。まず落ち着いて本人に連絡を取る、公的機関に相談するなどしよう。ロビーでも出会いが。あれやで、なんとかダンスって忘れた。エアロステップです。エアロステップです。こちらは能登川なごみの会ステップエアロの皆さん。商工台で海大商工な、海大商工で、あもう5分とかそれずっと1時間するんです。俺無理やわ、タックル行ったらどう。これ85キロもあんねん。結婚してエラ太ってんねん、これだから幸せ太りや。そうやって、そうやねん、それぞれ痩せます。ステップエアロで6時間ぐらいやって痩せるやろ。6時間はちょっとでは行きます、せーの、エアロでエアロ。お話を聞いてみたぞ。不審なハガキが届いたそうじゃ。なんかハガキですぐに裁判するので、電話に送らん、その電話をかけないとすぐ裁判が始まりますみたいな、そういうのがあったから、あ絶対詐欺や思ったから、で警察へそのまま持って行ったんですよ。警察へ持って行った、うん、警察持って行って撃退したらいいことじゃね。そうです。あよかったよかった、撃退です。さすが、よかったら。あ、友達に来ました。ほんで相談に来はったので、私は市役所の消費生活センターへ電話したらどうやって言うから電話してありました。あした、ほんでどうなったの。あもうね、ほっといてくださいやけど、もしまたちょっとでも心配やなと思ったらもう一回また市役所へ言ってきてくださいって。ほんで消費生活センターに言うたらまさに詐欺やと。ということで一件落着やったわけやね。そうです。あらよかったよかった。持つべきものはお友達。メールを使う手口もあるぞい。あの料金は支払って未納金があるので料金支払ってくださいっていうのがありました。でもガラケーだからメールと電話しかしないから、そんなもんほんまやな。だからもうほっときました。もう冷静に考えたらもう詐欺ということで撃退ことやね。はい、あらよかった。やっぱみんなしっかりしてあるわな。そうですね、普段からこうエアロで組合の証拠をしてやるから何かあってもすぐ証拠を抑えられたり。それでは工房新さんの作品と一緒に詐欺用心のおさらいじゃ。家族になりすました電話がかかってきたら、焦らず一旦電話を切って確実な連絡先から連絡しよう。不審なメールやハガキが届いたら、書いてある連絡先には絶対に連絡しない。電話一本詐欺の音。安のおっさん詐欺用心案じゃ。次回に続くぞい。すごいですね、あんなに細かい作業をされてるんですね。あれボケ防止にもええ言うからな。あそうですね、こうやってこうやろうかな。あのやっぱボケはやってくるから、はい、たけて通られへんやろ。いや、そこだけ頭回ったら大丈夫だと思います。大丈夫だ。竹で通られへんからな。竹で通られないですからね。あ、トトペット、待って。長浜
ちりめん長浜ちりめん焼きそばそうめん長浜ちりめんボンバイデンボンバイボンバイあ、ボンバイデン今やってんじゃう？はい、おっさんがそう言うと思って僕が取材してきました。おっさん、どうですか？綺麗なボンバイやな。見どころはこちら。3月3日までの土日祝日ライトアップしております。いつもとですね、ちょっと雰囲気が違う、昼間とは雰囲気違う幻想的な盆梅を見ていただきたいのと、夜間だけですね、本館の2階に上がれて、上から2階から庭園をライトアップされた庭園を見ていただきますので、そちらもちょっとお得感があるかと思います。梅もですね、期間中入れ替え入れ替えを行っておりますので、常にですね、つぼみから満開までの梅を見ることができますので、ぜひ皆様、足を運んでいただければと思います。梅きれいや、春を感じさせるなっていう感じで、はい。長浜盆梅展は3月10日まで。みんなも行ってみてな。電話一本詐欺のもと。おや、電話じゃ。知らない電話番号だ。もしもし母さん、俺携帯の番号変わったんだけど。もしかしてオレオレ詐欺？知らん声じゃな。風邪で声が変なんだ。ドラゴン、熱上がり。ちょっと待って、これは詐欺の手口。わしら、詐欺ちゃうで、買いつもりやで。お主が本物の家族なら、合言葉を言いなされ。やったー、行きたい。怪しい電話には、録音する、折り返す、合言葉を決めておく、などが有効じゃ。はい。身に覚えのない架空請求のハガキやメールも注意。怖いね。あ、そう？わし、老眼で字見えへん。家族や警察に相談することも大事じゃぞ。はい。今日のエンディングはこちら。スマスター高島の仙骨さん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てな。